早指しは、将棋や地図などのボードゲームにおいて着手するのが早いこと。早指しの騎士などと用いる。以後の場合は、早打ちと呼ぶ。制限時間が通常の対局よりも短く設定された対戦形式。以後の場合は、早碁と呼ぶ。ここでは2の意味について解説する。プロ棋戦や一部のアマチュア棋戦では、持ち時間を使い切った後でも、 制限時間内に着手し続けていれば時間切れ負けとはならない。プロ規制ではその制限時間が1点につき1分未満と設定されていることが多いが、一部のプロ規制や多くのアマチュア大会では制限時間を1点につき30秒未満と設定しており、このようなルールのことを一般に早指しと呼んでいる。 早座式規制は持ち時間も短く設定されていることが多く、50分を超えるものはほとんどない。早指しのプロ公式規制には下記のものがある。いずれもテレビ放送、公開対局、リアルタイムのネット中継のいずれかが行われるものである。突起なき限り本戦の持ち時間、予選は異なる場合がある。詳細は各記事を参照。 囲碁においては何をもって、早ごとするかが明確でない。アゴン、霧山杯全日本早ごオープン戦は早ごを名乗っているが、持ち時間は1時間以上与えられる上に、切れた後も行って60秒未満で打てばよい。このことから、囲碁では単に、持ち時間が長くないことをもって、早ごと呼ばれ得るものと思われる。一般に、早ごとみなされるプロ棋戦には、下記のものがある。持ち時間5分や、 持ち時間なし、一手10秒などの方式がある。大きな大会の追加イベントとして実施される場合も多い。ありがとうございます。